皆さんこんにちは、エルダです。それでは XP2400 以下向けの解説をやっていきたいと思います。今回のテーマは敵の油断を誘う行動を紹介したいと思います。対面をするときって正々堂々戦うのもいいんですが、敵を思い通りに動かしてキルが取れるっていうのも気持ちがいいもんです。特に自分から誘導できた場合はとても楽しくなります。ということで今回は対面を有利にするために敵の油断を誘う方法について紹介したいと思います。敵の油断を誘う行動の一つ目は角からのちょい出しとなります。これは顔出しによる行動ですね。スクラにおいてはマップの建造物が多く曲がり角が多くなっています。そのため入り組んだ構成となってるんですよね。しかも TPS となっているので、ちょっと顔を出しただけで相手に場所がバレるようになっています。敵のいそうなポジションを見ていると大体誰か壁の角とかいますからね。そこで今回使いたいのは角から顔をちょっとだけ出す方法です。壁から顔を出す目的は相手にいるよという合図をあえて送るためです。これは追いかけてる視点で考えてほしいのですが、敵が角にいて足場が取れていた場合、攻めれるチャンスと思いませんかね。そうなると追いかけると思います。しかも顔出しをして引いたのが見えれば押し込みのきっかけとして攻めていくと思います。これを利用して返り討ちにするという方法です。敵があえて攻めてくるという前提で一旦下がって敵への攻撃準備をするという感じですね。待ち伏せみたいな行動ですが、敵が強気な前衛なら引っかかってくれるので成功しやすくなります。あえてここにいるよというのを知らせるのが大事なので、見つかったら一旦下がって返り討ちを狙ってみましょう。ただし相手にチャージャーがいた場合は何度もすると狙われるようになります。そういった顔出しに関しては厳しいですからね。敵編成によっては無理な行動となりますので、射線や編成などを見ながら行動するようにしましょう。続いて敵の油断を誘う行動は角回りの塗りとなります。これは敵と対峙している時に有効となりますね。自分と敵の間に壁を挟んだ対面をした時ですが、相手との駆け引きの際に有効な手段となります。基本的に壁があった場合、敵の輸送をする方法は塗りの状況になります。右側にインクが飛んだ場合、こっから出ていくと予想しますよね。このインクを利用して敵に場所をわざと教えて返り地にしようというのが今回の方法となります。これは対面で切羽詰まった状態にしか有効ではありませんが、このインクを使って敵が近づいてきたらかなりラッキーです。相手はインクを塗ったところに抑えに来るような可能性があるので、そっちにエイムを置いて持ち構えるっていうのがいいですね。もちろん反対側は敵のインクになっているので左からも来る可能性がありますが、警戒だけしておくのも大事です。あくまで角回りを塗ることで見る場所をわざと知らせるっていうのが今回の方法なので、どちらから来るか警戒するのも大事ですね。両方来てもいいようにするのがいいです。もし射程に余裕があるのなら、足場だけ塗って後ろに下がって敵が顔を出した時に射程差を生かせるようにしておきましょう。壁から前に出てくれば射程差のご了承ができるので、自分が有利になるように足場の塗りの駆け引きなどをするというのが大事です。結構この引くっていうのが大事だったりしますね。最後に敵の油断を誘う行動は前衛の動きとなります。これは壁がないマップでお互いに隠れる場所がない時に有効です。この前後の動きというのは単純な前後の動きです。完成キャンセルなどでできるといいですね。前後の動きに関してですが、これは相手の動きの様子を見るためのものとなります。前に出てくるのを待ち伏せしているのは自分だけではなく相手も同じです。そこに顔を出してすぐ逃げるようであれば、相手はチャンスと思って追いかけてくる可能性があります。この追いかけてもらうのが大事で、敵が安全な場所から離れてくれれば対面を有利にすることは可能だったりしますね。しかも敵がついてきてくれれば他の敵から援護をもらえなくなる可能性もあります。逆に引きつけて味方の近くまで来れば複数人で相手と対面をすることができますね。こんな感じで誘導ができるとペースを抑えながら有利に動ける可能性があるのでいいんですよね。ただペースをしないように前後の動きをする必要がありますので、角を曲がる際や敵の位置予想ができないときは気をつけるようにしましょう。またこれは射程が似たような武器でも有効です。
射程が同じ場合、マップの影響やインク状況に左右されます。そういった時に相手から近づいてもらえれば行動が読みやすくなり対処ができますので、前後の動きで誘導するのはありかと思います。ただ自分が追いかけてしまうと不利になることが多いので、その点だけは注意しましょう。あえて誘うっていうのが大事です。はい、それでは実際の試合を見ながらやっていきたいと思います。まあ顔出しとか誘い出しっていうところですね。まあ編成的にはちょっとまあ有利いけるかなってところなんですが、まあこのマップはね、うまいこと敵を誘い出してキル取るのが大事なんで、うまく足場とか使いたいと思います。で、今の感じのところに関しては多分皆さんよくやってる駆け引きの部分かなと思うんですけど、今みたいに壁にひっついて、仕掛けて相手と登るタイミングで対面するっていう方法になりますね。それやっとくとまあ一番楽なんでね。で、味方が矢倉乗ってくれるまでは、なるべく自分が乗って稼いだりします。で、今足場を整えて、メガホンと合わせて誘導したところです。まあ、このあたりはね、普通の行動ですね。で、油断さす行動っていうところなんですけど、基本的には、その耐える部分、対面で長時間耐えるときに使う行動だったりするので、1試合で数回出せれればいいかなって個人的には思ってます。そればっか狙ってやるっていうよりかは、なんか一つの戦闘手段というか対面手段みたいなところですか。なんか常に狙ってするってなると結構味方負担になるんで、避けた方がいいです。で、大事なのは足場をうまく使うこと。で、この状況で左に塗られてるななんだけど、まあ右側に置いて、ちょっと塗りながら整えたりします。これ、矢倉に味方が乗ってくれるとまた変わるんだけどね。まあ、これは仕方ないと。まあでもここの引きつけるというか誘い出すとしたら、まあ右側のスロープの部分とか、この左側のところだね、になりますね。ここをラッキーだったね。まあ今ちょっと引きつけっていうところで言うとまた怪しいところなんだけど、今みたいに下がりながら角を使って曲がると相手の射線一回切れるの。でも相手は顔を追いかけてくるんで、今みたいに倒すことができます。まあ、角目の対面ってことは、引いて攻撃した方がいいよって話が途中であったと思うんだけど、今のそれを応用した感じになります。今のは壁の上失敗ですね。まあ、ここから防衛しながらというシーンです。ここはね、あえてね、今みたいに一発入れます。引いて下がって、また、前に出る準備をします。やっぱ矢倉乗らないんで戻りますね。まあ基本的にそうだね。まあやっぱそこまでこうやっぱ見直すとさ、いろんな試合見直したのよ。なんだけど、使うっていう時はやっぱここぞっていう時しか使わない。手段としてね。しかも前衛とかが前に出れないと足場も作ったりとか誘い出しの準備できないんで難しいです。で、こっからメガホンで敵をあえて破り出して、今みたいに待って誘い出します。今のところまで塗ってたりとかするとあえて突っ込んでくるんで、ちょっと強気だったりとかする。今のもこう待ってますが、誘い出しとしては十分ですね。まあキルがもう少しうまく取れるとよりスムーズに楽になると思います。こういった前のポジションで相手が顔を出すというか射程内に収め込めるようなところで待ちます。で、まだ反応遅かったね。でも今のみたいな感じですね。そうです。ゲームが上手い人とか射程感覚がいい人はよりうまく刺さると思います。ただ、誘い出しの話で言うと足場を整えて、まあ、こう相手が攻めてくるだろうなって通路の前に立って相手にバレないように潜伏をし続けるっていうのが基本的な動きとなります。で、そこに壁があるかとか、あとは前に出てうまくやるのか下がるのかっていうのを組み合わせながらやるのが大事になりますので、まずは足場、そして隠れれる角、大事ですね。で、今のところは敵が無理やり攻めてきたんだけど綺麗にね挟み込めたんでね。ここは攻めます。ここでね、好きなさんがやっと乗ってくれてね。
で、相手誘い出したいんで、こっちの方に。こういう風にシールド貼って置きます。そうすると左側がガンガン攻めてくれるんで、で何も攻撃の音がしなくなったら今みたいな。で、この味方が進めてる先に自分も合わせる。誘導させるっていう言葉を使ってるんだけど、まあ具体的に言うと、相手が無理やりというか、進行とか侵入場所のルートに乗るように、足場を塗ったりとか、あえていないっていう演出したりっていうのも大事だったりします。っていう感じで引きつければ、今みたいに対面を無理やり、その自分が攻めるけども、待つような姿勢が多くなるので、だいぶ楽になりますね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回です。バイバーイ。